官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで当然なんだけど、もう占領のことも構わないで、あの500ミリまでいいんだからやれって、そういう話がありました。そこでちょっと一元管理して、8年半からですけれども、2号、はい、そうです、いいですか、2号の、ロア数が上がっております。それで、12時30分で、6.18 だったのが、13時で 7.06 まで上がってますから、SR 弁が吹くと思います。これすぐ分かんなきゃ分かんないでほしいです。まあ、まだですけど、このままの調子で上がれば、ロアツが、そうすると吹けば、さっきの、ターフの、到達時刻がもうちょっと早めに移行しますんで、頑張って吹きしましょう。了解。金谷で言うと何時頃になりそう、それ吹くの。あのね、まずね、2号機の給水ラインはもう目視で生きてるの、吸い込みのところの水位があって、生きてるのが分かれば、もうあのかんオンオンオンというかスタンバイして、いつでもですね、水が注入できる状態にまずすると、補修するとか、そういう対応にしてください。使うことを最優先に考えるという形で補修してください。やっつけ仕事でいいですよ。ちょっとよろしいでしょうか。広報班なんですが、福島事務所から、ちょっと依頼が来てます。次の第3報の福島第一の、プレス文に、福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいたいという話がありました。ちょっと読み上げますと、これから天候が崩れる予想だが、今北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はないという文言を入れてほしいという話がありましたけれども、ちょっとこれ言いたいのは山々なんですが、こういうことでいいのかっていうのをちょっとお分かりしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。現状ですね。それに対する評価はどのようになってますかね。横はね、こういうね、国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいかというのはちょっと気になりますけども、で、おそらくこうだと思います。ただし、これが西の方に行ったやつがもう一遍東に揺られて戻ってくることもありえますから、その時は拡散されて薄くなっていると思いますけども、ちょっとリスキーですよね、ここまで言い切るのは。本当はだからこういう話は国から言ってもらいたいところですけど、合法的でも自分たちからちょっと言うのはどうだかというコメントに思いますけど、わかりました。それでちょっと調整します。はい、ありがとうございました。調整するじゃなくて、はい、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談してください。お願いします。なんかさ、その、出てる、まあ、これ難しいんだけど、量の評価みたいなのがないとなかなか今のは言いにくいよね。なんかその定量性みたいなのなんかないの？定量性だとですね、今回の2号、あ、3号のやつはもう海側に行っちゃってるんで、全然地上データも当てにならないのが一つです。ただし、1号の時の爆発の評価を一通りやってまして、これは地上とのレーシオで少し評価をしてます。その時は内蔵する放射能の 2% ぐらいが出たという評価になってます。で、もしこの 2% を正しいとして評価をすると、マックスがですね、
気ガスで21ミリシーベルト、要素が、130ミリシーベルト、いずれも発電所の敷地内ですね、ぐらいのポイントになります。それあれだよな、要は 1号と同じようなその影響だっていう評価になるってことだね。そうです。あともうそれが一つと、うん、ただし1号の評価がどこにもまだオーソライズされてませんので、ちょっと不安なところあります。まあ、データ裏付けがあるんだったらそこら辺でもって 今のようなまあ答え方にだとして、その背景っていうのはこういうふうに考えてこうでしたというふうにまとめておくということじゃないですか。はい。でその上で現時点のあのプレスで、いくとですね、まあまあ、あの、なんとも評価に。いや、それはそうだ、データに限られてるんだからそうなんだけども、はい、まあ、ある過程を置かなきゃいけないんで、その過程の根拠をそういうふうに置いたらどうですかってことで。わかりました、ちょっと考えさせてください。